鈴木聖奈です鈴木聖奈ライフラボまるまるのおじさまたち今週は先週に引き続き劇版の世界からお越しいただきました作曲家の菅野優吾さんです、えー、収録終わりましたまた菅野さんすごく楽しくてですねいろいろなんだろう全然知識ゼロな私に <laughs> すごく丁寧に教えてくださって お父様がすごく面白かったアンプオーディオ1一から作るハンダごてでえどういうことってなりましたししかも防音の部屋も持っててやっぱりそういうお父様との環境とか防音室で練習を思いっきりできたとかそっから天才菅野さんが育たれたんだなって思いましたしちなみにあのご,ご実家っていうのは その音楽の環境が整ってらっしゃったんですか。えっと、うん、父親が、うん、ええー、オーディオがすごく好きでうんであのめちゃくちゃ好きなんですよ。へえめちゃくちゃ好きで,でどれぐらい好きかっていうと、うん、スピーカーを、うん、あの木を切ってはい<へっ> <laughs> <laughs> 箱作って。 スピーカー買ってきて、はい、スピーカーから作り <laughs> でアンプは <laughs> えとハンダゴテとかで、はい、あのアンプを自分で作りみたいな <laughs>、はいえー、子供の頃はそういうことをよく父親はやってて、うん、オーディオルームっていうのが <laughs> あ防音にして、はい、でそのお部屋があったおかげで。うん 結構遅い時間までピアノを練習できたとかそういうメリットといいますか、はあ、いうのがあったりして、うん、<laughs> すごいですね防音の部屋があるって、うん、そうですねそれは、うん、すごくよくてそれであの一時期あのどっからかなんかドラムセットが余ってるからいらないかって言われて。<laughs> はい ドラムセットもら。ったんですよ <laughs> はいで。ドラムなんて家で叩いたら、もうめちゃめちゃうるさいじゃないですか。うん、そんなイメージあります。なんですけど、防音室があったおかげで、ドラムも叩けたりとか。へ<ー>そうですね。当時珍しかったんじゃないですか。防音の部屋がアロイ。そうですね。そういう意味では、すごい。<ー>あの、よか。すごく恵まれた環境だったなと思いますね。 一階席と二階席から聞くコンサートの差っていうのも伺えたのが。これから私はチケットを買う一つの目安になるなと思って、すごくあの楽しかったです。あの一階席と二階席って違いがあったりするんですか。そうですね、あの。聞き比べてもらうと分かるんですけど、やっぱりその。一階席はその。 個々ののの楽器の臨場感みたいなものはやっぱりあの伝わってきやすい距離が近いんでですけど二階席っていうのはあの全体のえとバランスがあのホールのえー振動とか反響みたいなことのセットになって一つの音楽として伝わってくる。 そうなんだ、うん、例えば、えー、とものすごく分かりやすく言うとコンサートの最前列のど真ん中って、うん、僕がピアノを弾いてたら、うん、僕のその例えばこの汗とか分 <laughs> はい、はい、かんないけどその息遣いとか<ー>そういうものが聞こえるから臨場感はあるんだけど、はあ、やっぱりどうしてもそのピアノの音がメインでこう。 自分ののところにに飛び込んんででくるんですよねんあの目の前にピアノがあるから当然だけど2階席っていうのは、うん、僕が想像しているこういう音楽を聴いてほしいっていうものをああホール全体の響きも通して僕の思いが一番伝わる場所が2階席になったりするのでそういう意味でその。うん スケーージとしして音楽楽コンサートを楽しみたたいんだったらもしかしたら2階席の方が向いてるのかもしれないし演者さんの臨場感を楽しみたいあの例えば菅野の息遣いまで含めて楽しみたいとかバイオリンのこの弓と弦が擦れる音の臨場感まで楽しみたいとかそういうんだったらやっぱり1階席の方が 向いてるかもしれないし<ー>っていうその一階席と二階席の魅力の差みたいなのがあるので面白いですね、うん、それやっぱりその個人の好みというかそうですねどこ重点的に聞きたいかみたいな、うんそうですね、クラシックのコンサートなんか行くとよく二階席の方が絶対好きっていうお客さん結構いるんですよ<ー>、うん、じゃあねもしかしたら二階席ここからガーって上がるかもしれないですよねはい セールストークではありませんは菅野さんのコンサートですね今回収録で急遽三3組6名様にプレゼントいただきましたということで皆様ぜひぜひ応募してみてください待ってますということで来週もお楽しみに